確かに本当、ね、みんな元気ですよね。三塚さんですか。今ね多方面で活躍中の三塚さんですが、2時間30分台でもう最後ね、おたけびを上げながらまだまだ走れるんじゃないかというぐらい元気な様子でフィニッシュを迎えました。まだあそこ今から登られる ね、これからね、まだまだ全然、でもまだね早いですよね、はい。三塚孝也さんはフレンドシップランナーです。ランニングコーチやモデル、インフルエンサーなどさまざまな活動を行うマルチタレントの三塚さん。いや、余裕の表情に見えますけどね。元気ですね。そうですね。本当にあの三塚さんはランニングは年齢や速さを問わず誰でも楽しめるアクティビティだと思っていますというふうに言ってますんでね、本当にね、それぞれの年齢に応じた競技をしていくことがやっぱり障害スポーツとして一番大事なところだと思いますので、はい、それでもこうやってね全体の中で何位っていうことも競えますので、あのいろんな意味でのやりがいがあるんじゃないかなって思います。スタジオの岩さん、はい、続きましてフレンドシップランナーの三塚孝也さんにお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様でした、初めての神戸ということでしたけど、はい、走ってみていかがでした。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。結構走ってる方々、沿道の方々がとてもフランクというかとても暖かくて、ちょっと気温は寒かったんですけど、その応援のおかげで楽しく走り切ることができました。あのマラソンを通じていろんなことを発信されてますけども、はい、この神戸でどんなことを発信したいと思ってらっしゃいますか。そうですね、やっぱこう走ってることで結構学校で持久走とかマラソン大会きつかったとかネガティブなイメージがずっと続いてる人がすごく多いと思うんですよ。まあそれをちょっと、まあランニングってもっと楽しいものだと思っていて、無理やり追い込む必要もないと思うんですよ、障害スポーツの一つとすれば。なのでこう自分が走ってる姿を通して見てる人が笑顔になったり元気になったりっていうものをこう知ってもらえるというか伝わればなと思って、みんなが走りたいなって思ってくれたらいいなと思って発信を頑張っています。次の目標を教えてください。そうですね、もうこれっていうものはないんですけど、こういった活動を続けてもうランニング自体のポジティブなイメージをもっとつけていけられるように、まあ、さまざまな活動、これという活動に絞らずにマルチに頑張っていきたいなと思っています。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。フレンドシップランナーの三塚孝也さんにお話を伺いました